ドラゴンクエスト8、縛り実況、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。続きからやっていきまーす。外出てね、前回手に入れた暗黒体重の葉っぱを使いましょう。ルーラーで外出よう。ここ。はい。で、前回も話したけど、もうほんと終盤だからね、もうこのまま、もう駆け足でね、クリアしちゃうかもしんないよ。もう、この、アイテム、拾わない、買わない、アイテム拾わない、買わない、スキルサイコロ縛り、未だに革の鎧とか、つけています。見直すとひどいな、装備、ほんと。ひどい。革の帽子とかも、意味あるのか、それ。道具。これね、これ。これを使う。メダル王のとこかな。飛ぼう。メダルを。メダルも一枚も手に入れてない。そんなやつおる。ドラクエやっててメダル一枚も手に入れてないやつおる。あら。消えた。もう一回使えばいいのか。いやーどっか行ったな。追いかけろということで。追いかけまーす。あ、ちょっと焦った。ロード長かった。どっちだどっちだどっちだ、え、めっちゃ向こう、待て。ガンガン行くやん。あ、いた。お前、あ、ちょ、操作が不慣れ。見失った。どこ？左。あ、いた。よし。なんだ、こいつ、早えし。レオパル、あ、ちょっと、もう上下がさ、これ逆さだからさ、すごい操作しづらい。ブレイブバード！ブレイブバード！あ、追いつかないんだね、これ。追いつかない仕様みたいです、どうやら。話とかできない。できない。追いかけたい。ちょっと、早い。あ、そうか、上にも行け、あ、え？上は行け、行ってなかったっけ、ここ。え？あ、そうか、身長の、いや、行ったはずだ。ここ。行ったよな。行った。いや、行ってない。館の方までは行けてないか。いや、行ったぞ。ちょ、急に戻さないで。急に戻すのなし。あ、そうだ。んで、で、マルチェロが杖拾っちゃうんだ。そうだ。
急げ、マルチェロが危ない。で、開ける。誰もいないんだよ。開いた。なんだ、あの真っ黒い化け物は。法王様はご無事だべか。行きましょう。行きましょう。ここはまだ入ったことなかったっけ。二の大司教。大変だ。法王様が、怪しい者が法王様のお部屋に侵入するらしいのだ。お前たち頼む、法王様をお助けしてくれ。急に入ってきたやつに頼むか、普通。くれぐれも忘れんな、法王様に伝えるのだ。最初に救助の兵をよこしたのは、この二の大司教、わしの手柄なのじゃと。死ね。なんだこいつ。こういう緊急事態でもやっぱこういったその手柄とか、そういうのを求めちゃうんだよね。もう人間の闇の部分を表した、ドラクエのブラックジョークだよね。うん。ドラクエにおけるブラックジョーク。こっちだよね。上だ。絶対ここでしょ。おお、浮いた。やってんね、やってんね。やってんね。その距離じゃ当たらんわ。もう、間合いを詰めろ、間合いを。左のやつはもう、何してんだ、それ。右のやつはもうちょっと前、もう一歩前でんと当たらんって。ダウン取れんよ、そんなんじゃ。そんなんじゃ、返り撃ちもう、その攻撃はもう避けられて逆に攻撃食らうって。ダウン取るにはもう一歩前に出て、D 出力強化型にせえよ、せめて。じゃあ、そんな T 式的な振りかざししやがって。D にしろ、D。始まっちゃう？イベント始まる。近場れる。こっちに話しちゃダメかな。こんな時にマルチェロ団長がいないな。あ、そうか。マルチェロまだトップじゃないんだね。そうだそうだ。じゃあ、近場れには用はない。危ねえな、こいつ。化け物め、ジェットせえ、ちょっと。止まれよ、お前。幻覚でも見てんの？一旦こっちとか行っちゃうよね、やっぱ。一旦、こう、調べちゃうよね。うん、あ、もう絶対ここ調べたら、なんか、法王の法医みたいな、なんとかの法医みたいなの絶対入ってる。これで喋っても大丈夫。ああ、普通に喋る。ほう。列の力をその身に託したが、宿した。くっくっく。面白い。よかろう、最後の賢者を殺す前にお前たちを血祭り上げてやるわ。ああ、法王様と喋っとけばよかった。負けんレオファルド。早速呼ぼう。じゃあ頼む、ハイパーポンゲ。サイプの初戦闘だね。あ、そうか、これ真ん中サイプ剣装備じゃないから、あのトリプルアタック的なやつが発動しなくなっちゃったね。それであっちの方が火力出るよな、やっぱサイプ次第だね。サイプが痛恨とか出してくれればいいのだが、ナイスだ。120、そこそこ効くね。何撃ってくる？呪文とか撃ってくるかな？普通、通常攻撃。おたけびと攻撃しかせんのか？こいつは。けど、おたけんでくるってことは、テンションとかを上げてる暇はなさそうだね。テンション上げてる間におたけびで崩されるのも、あれなんで、溜めずに火力で押した方がいいな。
スクルトはかけておこう。スクルト、フバーハもあった方がいいな。スクルト、フバーハ。フバーハ。モリハゲシネも呼んでみるか。うわーっ、あー、スクルト必須だわ、もうこれ。あぶねえ。あぶねえ。頼む。アクデン。アクデンも初セット。いや、やっぱ、ハルク強えな。めちゃ強えな、やっぱハルクは。安定感ある。あ、アクデンもあれじゃん。フバーハ使えるから。こういう時に、打っていただきたいんですけども、ちょっとハルクやばいぞ、死なないでね。あーやばい、落ちるか。うーん、あーやめて、ハルクじゃない方行ってくれよ。うわー、200損した。200、さあ、こっからですね。こっからが本番。作戦。命令。ゼシカは呪文で、バイキかけてもいいんだけど、フバーハだよね。やっぱ、フバーハ。で、サミダレ好き、スクルと、攻撃。120、92、あ、1枚掛けでもそんだけ、そんだけ効く。うん、フバーハやった。じゃあメラゾーマ、サミダレ、スクルと攻撃。これで80ぐらいまで抑えれるでしょう。いや、回復しといた方が良かったかな。110 痛い。次ちょっとマラフバーハだから、ない、フバーハしてなかったらマジ壊滅的ダメージだったな。素早さは全然こっちが勝ってるんで問題ない。ゼシカ攻めてもらって、呪文、マラを打つから、エテも攻撃に回る。マラで、特技。こっちとかの方がいいかな。テンションためないし。じゃあ構えてち。トントントン。129。で、回復。まあ、けど追いついてないよな。ベホマベホマの方がいいかな、次は。まあ、かまいたちの方が効く。ベラゾーマ、ベホマを、自分。で、マラ、放つ。で、構えて。これでいい、これでいいんじゃない？いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。安定。おたけび、ひるむ。マラ打っててよかったね。ほい。メラゾーバ、ベホマ、ククールで、ククールちょっと攻撃、ククールなんか、あー、けどそろそろスクルトかけ直しておいた方が良さげだよね。やっぱ
ックスクールとヤンガス貯めれっかな。今ちょうどいいタイミングでおたけんだから、あと2ターンぐらいはしてこないと見て、ちょっとスーパーハイテンション狙いで貯めていこう。フバーハかけ直しときたいな、やっぱ。ナイス回避。次フバーハかけよう。そろそろ溶けそう。フバーハとマラウト。5。フバーハ。特にサミダレ、呪文、マラー。貯める。よしよしよし、いい感じいい感じ。これで120いくでしょ。ウバハかけ直しまして、テンション25 20か、20。あと2回あと2回おたけぶらよ頼む。ぐーしゃ。攻撃、ザオリク、ちょっと待って。ザオリクは、あ、ザオリク、特技、ああ間違えた！貯める貯める！まあ、いいし、いいでしょう。多分次ぐらいおたけびそうだし。よしとしよう。素早さ負けてる。死んだ。そのかまいたちにテンション乗してくれよ、もう。いやー、スーパーハイテンションね。あー、ナイスー！チュー！ちょうどよかったね。おー、久しくレベルアップ。久しぶりのレベルアップ。37。8ポイント。はい、ちょっとカメラつけます。よし。ククールは、ククールは、弓か剣だったよね。弓か剣。で、ワンチャンカリスマ。では。なんかボケてない。大丈夫。いきます。いきます。はい！ 3 番。杖。はい。はい、ビショップ。うん。ヤンガス。何ポイント？ 7 ポイント。ヤンガスはもうね、カマ一択ね。頼むよ。もうヤンガスはもう、もうカマ中だからね、ほんとこいつ。はい。神がかってるな。ヤンガス、ほんとなんか、いいね。積もるね、ヤンガスのスキルに関しては。デブルエッジ。カマ装備25。やったね。バカな。またしても。まあ、とりあえずけど、これで、このワンコールは倒せたと。んで、この杖を、あの、バカチェロが拾っちゃうんだよな、もう。あ、来た、もう来た、バカが来た、もう。もう、バカ二人が来た、もう。ほう様ご無事ですか？よかった、脈ある。しかしこれは。あの化け物がやったのか。何が起きたというのだ。マルチェロ。何を突っ立っておる。早く、法王様をお部屋までお運びしろ。この役立たずめ。何が警備や警護役だ。貴様は降格だ。明日にも処分。反抗期かな。わしの命令が聞こえるか、マルチェロ。二の大司教様、殿、
そういうわけでしたか。貴様、何のつもりだ？何かおかしいというのだ。観念なさい。野犬と誰とも知れぬゴロツキどもを雇い、騒ぎを起こして、それにジョージ法皇様の暗殺を、はかどるじゃなくて、くわだてるじゃなくて、なんや、これなんだよ。暗殺を、なんよ、それ言いましたよ。あなたが、次期法皇の座を狙っていたことは知っているが、ここまでやるとはな。何を言うか貴様、わしが法皇様を捕まえろ。このゴロツキどもをまとめて、南国、連国、東国党かな？流刑にするのだ。マルチェロは賢いよね。